にはお留守番です。今日は多分知ってる方も多いと思うんですけど、チームメイトのコンサートに OG として出演してきました。今日はちょうど舞台の稽古がお休みの日で、行けました。きっとね、見に行った皆さんも、見に行かれた皆さんも多いと思うんですけど、ちょっと待ってね。何？見に行かれた皆さんも多いと思うんですけど、ねえに、久しぶりに OG メンバーと会って、なんかよそ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 しかったりとかもしたんですけど、久しぶりにみんなに会えました。ねえにね、みんなに会えて楽しかったです。でも本当に久しぶりに会えたメンバーとかもいてよかったですね。なんかワンチャンランディ行かないんじゃねみたいな舞台の稽古で忙しいんじゃねみたいな感じで思ってた方もいらっしゃると思うんですけど、ちゃんと行けました。いいゴールデンウィーク2日目になりましたね。配信で横浜の話触れないから来ると思っていた。思ってた？来ましたよ。夜公演は見た。夜公演見たよ。夜公演見て、なんか夜公演見たんだけど、なんか途中で帰ったっていうか、なんかもうみんながこうバイバイってお見送りしてる頃にはもう会場出てましたね。見てたよ。なるとはもうちょっとくらい、ちょっとだけ。みんな忙しかったから、なんかあの現役のみんなはね、なんかがっつりのんびりお話はできなかったんですけど、でもちょっとだけ話した。でもね、なんか現役とあんま写真撮れなくって、なんか後で撮ろうと思ってたらもうね、あの家に着いてました家だったもん。
なように。そう、現役で取ったのは誰だろう。なるとゆうちゃんと、あと上見空のちゃんと、だけあとヒートも取ったよ、うん、ぐらいだな。あとは取ってないな。取ってないですね。ハマは喋ってないね今日。おはよう、おはようって言ったぐらい喋ってない。でもなんか未だに信じられないかも。なんかエイトが活動休止になること、全然実感ないかもしれない。グッズはあの衣装キーホルダーみたいなの欲しかったんだけど、売り切れてたらしくって買えなかった。あれ、あの衣装のやつ欲しかったけど。ね、なんか本当にエイトないの全然信じられないかも。ゆうちゃんとは話した。ゆうちゃんの楽屋に、ゆうちゃんとは結構話したっていうか、もうなんかなんだろう、ゆうちゃんってなんか別に友達でもないけど、なんだろう、メンバーって感じでもないし、お姉ちゃんって感じでもないけど、なんだろう、もう家族みたいな感じだから、なんだろう、なんかちょいちょいちょっかい出していたりとかしてたくらいかな。OG の楽屋と、あと現役のメンバーの楽屋あって、で現役メンバーの楽屋にちょいちょい行ってましたね。でも OG はまあまあ写真撮ったかも。横山由依ちゃんとか、ひじとか、ななみんとか、カリン、モカ、モエカ、レナナとか、まあ、ちょいちょい撮って、全員が全員とは撮れなかったけど、衣装キーホルダーオフィシャルショップで売るみたいです。あ、そうなの。山田の子供は、山田しか来てなかったよ。旦那さんが見てるんじゃないかな、わかんないけど。いやでも本当同窓会だった。だってその初期から一緒にいろいろ都道府県回ってた初代マネージャーさんも、今日夜公演で縄跳びの縄回してたけど来てたし、わざわざ来て
くれてたし、うん、ほんと同窓会でしたね。なんだろう、変わらないメンバーもいれば、なんか「うわめっちゃ変わってる」みたいなのもいたりとかして、こっち見てるこっち見てる、ほんと同窓会でした。でもね、なんかまさか私がコントやるとは思ってなかったんですけど、コントやって、人数多くて応じなきゃよかった。でもそうだよね、OG 何人ぐらい来てたんだろうな、あれ32人、確か32人来てた。でも現役って29人だよね、61人って言ってたから32人な気がする。あなた歯折れますよ、大丈夫？に、見せたいみんなに、ここから出せって言ってる。もう少しして落ち着くと思います。ツムはいなかったね。歯で開かないよ、あんたの歯では。久しぶりのガチ恋工場はなんか感動した。なんかコールがあるってことにすごいまず感動したかな。でもほんとすごい、なんだろう、改めてなんか自分もなんだろう、みんなのことを見てて頑張らないとなって思った。なんか本当なんだろう、夢みたいな一日だった、あっという間だった。なんかなんでもっとなんだろう、みんなとお話ししたり、なんかスタッフさんとかもみんな来てたんだけど、スタッフさんとかとも喋らなかったんだろうって今すごい後悔してます。なんか変になんかそわそわしちゃって、なんかね全然喋らなかったんだよね。なんか久しぶりに今みんなに会うし、なんかほんとそわそわしちゃって全然喋らなかったから、なんかそれだけ後悔それだけ後悔ですかね。
よそよそしかったね、なんか。でも、本当なんだろうね、わかんない、もうこれで最後かもしれないけど、みんながこうやって全員集まるのは。なんだろう、なんかね、九州メンバーで写真を撮ったの、初代も2代目もみんな含めて。誰の携帯と撮ったんだ、奈良の携帯と撮ったんかな、それ、その画像欲しいね。でも九州メンバーは、あ、違うか、初代も2代目もみんな集合したかなと思ったけど、いないね、みんなは。なるが、ノーさんが持ってると思うんで、ノーさんに見たかったら言ってもらって。なんか練り歩きもしてたね。カリンいたよ。なんかさ、めっちゃ面白かったのがさ、なんかアンコール、まあ、撮影可能コーナーあったんだけど、撮影可能プラスなんかメンバーが客席行ったりとか、なんか色紙とかなんか投げてたのね。でなんかなんか分かんない、なんか何が起こってたのか分かんないんだけど、なんかマネージャー2人がなんか色紙持ってめっちゃ爆速で走ってて、なんか多分誰かメンバーになんか渡し損ねたとか何なのか知らないんだけど、めっちゃ爆速でなんかもうピアアリーナ走ってて、それがマジでみんなで笑ってた。なんであんな走ってんのって言って、多分ファンの人もなんでこんなこのお兄さん走ってるんだみたいな人多分思ってた方いると思うんだけど、マジで爆速で走っててめっちゃ面白かった。それ上から見てました。え、マジであれさ、謎すぎるよね。あ、誰って思ったもん。マジで爆速で走ってた。ランディは普通に昼公演はなんかモニターで見てたけど、夜公演は普通に客席で見てました。痛み分かんないのかな、きっと遊び足りなかったんだね。隣は阿部が座ってました。阿部メイで、右隣はルカが座ってたかな。うん、頑張れないよ、大丈夫。
やでもほんとね今日なんかね喋り損ねた人たちいっぱいいるかも。喋っとけばよかった。ペナちゃんとか写真撮れなかった、撮ろうと思ってたのに撮れなかったりしたから。そうナギとも撮れなかったし、それだけがちょっと心残りかな。なんかさ、私やっぱ人見知りなのかなって思ってきて最近。谷？谷来てたよ。谷って先生になったの。そう、猫じゃないの、フェレットなの。ふにくんです。そうだね、現役より OG の方が多かったかもしれないね。なんかでも今日はいい眠りができそう。いい深い眠りができそうだなっていう感じですね。ちょっとさ、手洗ってくるね。さんとかも久しぶりに、なんだろう、ほんとなんか初期からなんか髪の毛やってくれてた人たちがめちゃいて、そうめっちゃいて、なんかもうほんとに良かった。でもね、ちょっとなんかね、なんかアンコールのなんかアンコール待ちしてる時まず寝るかと思った。前髪切ってないよ。明日はでも休み、明日は休みなので、一応もう明日はもう自分のためにいろいろとあれやこれやして、今日はシンプルに早起きだったからちょっと寝不足なんですけど、明日はちょっとゆっくり休めそうなので、明日ゆっくり休んで舞台のちょっといろいろやることもあるんでやって、やろうかなと思ってます。あ、そう明日美容室行く。
美容室行ってきます。明日から5月か、びっくりびっくり。頑張るよ。そうね、まあ暗くするつもりであります。今さ、インスタに写真投稿していい？今インスタ投稿した。 OG の出演はなんかブログかなんかで書いてたんじゃない。ユニーは今ご飯食べてるから、多分ご飯食べ終わったら寝ると思う。そうね、ちょっと勇みになってきます。人明日は本当でも久しぶりに明日休むかも、ちゃんと。でもね、あんま寝すぎるとまた寝れなくなるんで、まあ3時ぐらいまでには寝て、でまあ3時だ4、5、6、7、8、9、10、11、12、まあ12時ぐらいには起きたいね。12時ぐらいには起きて何らかの活動をしたいかな思ってます。でも明日休んだらもうそこからノンストップで舞台、ケネも入れたら計10公演10回あるので、10回ちゃんと集中して勇みにならなきゃいけないなって思ってるので、皆さんあの舞台見に来てください。よろしくお願いします。今日はショールーム終わったら、昨日の投資稽古の映像が多分もう上がってきてると思うので、まあ、それを見て確認して、あここダメだったな、ここ良かったなって自分で反省して寝ようかなって思ってる。そう、道元勇なんで私は。でもなんかやっぱ充実してる日常っていいよね。下尾が写真あげてるじゃん、ツイッターに。
問した。何しようかな明日。なんかさ久しぶりにさ明日一人で過ごすの。なんか友達とも誰とも会わないで。リアル1ヶ月ぶりとかじゃないかな多分。あ、人に会わないっていうのはなんか。自分の知ってる人に会わないってことね。そう、なんかだから逆になんかいっぱいやりたいことあったはずなのに、なんか何やればいいんだろうって今なってます。明日 なんかだせだせ言ってる。でも多分寝ると思うからそのままにしときます。何しよう明日。美容室には行くとして、ネギシは行った。ネギシ、あ、ネギシもいいね。でもまあなんかずっと家でなんだろうダラダラしてる一日にはしたくないから何かしらやろうかなって思ってます。一日中にと。ウニはね疲れたらすぐ寝るから、多分今はね帰ってきてちょっとだけ出してまたすぐ閉まっちゃったから、あのゲージの中に、だから暴れてるけどね。ウニはね多分2時間もね全力で遊んだらね寝るのよね。10時間ぐらい。でもダラダラしたらこの今までのリラの頑張ってきたこの1ヶ月間が全部崩れ落ちそうなんで、ちょっと何かしらする。ウニは散歩させたことはないかな。でもね今日嬉しかったのはなんか成功到底私が卒業してからできたエイトのオリジナルソング成功到底って曲あるじゃないですか。なんかねその曲が好きなの私は。成功到底を今日あの昼公演の時に袖から袖っていうかなんかモニターでなんか聴けたのがすごい嬉しかった。配置は成功とて典型的な冬の出来事、こんなにも君をなんとかかんとか季節が過ぎて夏になったら君の機嫌も変わるかな。成功想定今日はね差し入れめちゃもらあってなんか持って帰ってきた。マカロン食べる。今日めっちゃ差し入れあってびっくりした。あんな差し入れあんの初めて見たレベルでめっちゃ差し入れあった。
さ、あんたどっかでさ、どっかでフンしてないよね。めっちゃフンの匂いするんだけど。めっちゃフンの匂いする。ねえ、フンしてないよね。してないか。何の匂いだこれ。さよならじゃないって曲ができてたことは今日初めて知ったんだけどね。エイトのオリジナルソング。見えないようにしてるのが一番怖いんだけど。処理したよ、さっき。どっかにしてるのかな。今日下尾から誕生プレゼントもらいました。ありがとう下尾。シャネル誕生日会しようね。絶対リラが幹事やるからって言ったから誕生日会する。ちょっと開けてみたいと思います。嬉しいね、こうやってなんか誕生日プレゼントくれるの嬉しいわ。ありがとうタオ。え、ネイル？もしかして。え、ネイルだ。初めてもらったシャネルのネイル。え、嬉しい。ネイルもらった。持ってない色だ。かわいい。ネイル塗りたいけどな、今塗れないんだよな。試しに親指だけ塗ってみよう。かわいい。勝手にグロスだと思ってたけど。ネイルでした。嬉しい。シャネルのネイル一回でいいからもらってみたかった。やらかした。せっかく塗ったのに全部取れちゃった。にゃん。
嬉しい、ありがとう。タオちょっとね、ダンプル買わないと。大事に使わせていただきます。ありがとう。ウニ気づいたら寝てる。みんながツイートしてってる。ご飯はね、夕方くらいに食べたかな。夕方くらいに食べたけど、何か食べようか迷ってます。夜ご飯はね、食べてないんだよね。みんなでっていうか、ケータリングがあったのでそれを食べたよ。でもね、本当素敵な一日だった今日は。お腹すくかな、やっぱり。どうしようかね。みんなどうでしたか？みんなの感想聞きたいかも。なんか普通に昼公演でも夜公演でもどちらでも、コント笑った、面白かった。コント、でもなんか3時間あっという間だったかも。すごい、あっ
という間の3時間でしたね。時間が短く感じるくらい濃い時間だった。やっぱりあれだけの OG が集結したのは本当感動でしたね。あんな30人も来るんだってびっくりしたよね。ちょっとアイポンいたよ。でもモカリンは全然変わってなかったね。変わってなかった。萌香もあんま変わってなかったね。モーギがいなくてランリーが急にってのは本当ネタ？ネタだけど、まあ、モーギがいなかったから私が出たってのは本当。でも急にってわけではないかな。ね、折り面の怪我シーンだっていつぶりに見たんだろうって感じだったもんね。あれはね、しびれたね。折り面の汚れている真実はなんか感慨深いものがありましたよね。あれは本当に袖でずっと見てたけど、あれはねびっくりもので、なんだろう、うわーって9年前のこのメンツが9年経った今うわーってなったね。でもね、間違いなくもう私の青春はチームメイトだったし、なんだろう、きっと皆さんの人生の1ページにね、チームメイトのこと入ってる方はきっと多いと思うから、本当に休止してもね心に残っててほしいなって。やっぱり卒業しましたけど思いますね。でもね、なんか生まれ変わってもまた生まれ変わってまたチームメイトできますよって言われたとしても、チームメイトやりたいって言うかもしれない。もう本当にそんくらいもうエイトのことめちゃくちゃ大好き。舞台おいで、舞台いっぱい来て。
永遠に大好きな大大大好きなチームだね。今日初めて実際にランディを見ました。本当ですか？本当どうだったかな。そのまんまでした か違いました。いやーね、今日は本当なんだろうな、余韻。余韻。ひたすら余韻って感じですね。私は。またみんなでね集まれる日が来ればいいなっていう気持ちですね。なんかドキュメンタリー6月にあるって言ってたじゃん。あれ見たい。なんか私もなんかインタビューされたんですけど、まああわよくば映っておる可能性もあると思うので、ぜひ映ってたら教えてけろ。チームメイトのねドキュメンタリーがね6月に放送されるらしい。テレ朝日チャンネルで。1万5000人昼夜入ったみたい。じゃあ7500人ぐらいかな。あ、CS 朝日だって。ごめん、テレ朝じゃん。 CS 朝日、 CS 朝日だっけ。あれ合ってるじゃん。 CS テレ朝チャンネルでしょ。びっくりした。 CS テレ朝チャンネルであるらしい。6月
なんか歌う？なんか今日これもらったまとめ紙、多分ヒーがやってるからかな。ヒーがなんかアンバサダーみたいなのやってるよね、まとめ集。これよくね使ってた。いただきました。打ち上げはよかった。2人も夜公演見たらすぐ帰ってきた。あとね、これ気になってたやつ、これ買おうかなって、気になってた。なんか前髪グルーって言って、なんか前髪をこうピタって止めるやつなんだけど、これも終わった。これを多分こうやって前髪につけて、こうやって固定すると、ほら動かないじゃん。ほら、あ、動くけど、これもうなんか気になってて、これ嬉しい。あ、でも動かないかも。前髪固めてたけどね、なんかいや前髪固めてもなんかね崩れやすいんだよね、すごい。多分皮脂が強いから。めっちゃ差し入れってめっちゃお菓子もらっちゃったんだよね。バナナキャラメル、小枝、ダース、またトロナラマキャラメル、めっちゃお菓子あった。もうまだまだいっぱいあった。もっともらってこられなかったって思うぐらいいっぱいありました。なんか歌う。あー、チューズミーめっちゃ良かったね。チューズミーすごい良かった。チューズミーないけど、でまだ閉めてくるね。
あ、傘忘れてきちゃった。ピュアリーナに、まあいっか。これ歌いたい。どこかで誰かの笑い声がして、風が幸せを運んでくるよ。一人で歩くには不安もあるけれど、世界にはいっぱい誰かがいる。公園の木々たちが太陽の光の下で一つの影を作って、枝の葉と葉が重なり合い、共に生きている。何人と出会えるのだろう。一生の間に夢を語り合えるような、かけがえのない存在。晴れの日や雨の日、どんな空の下でも君が隣にいてくれるなら、明日はいつだって楽しい。は巡って、この道の脇に植物図鑑を広げたように、いろんな色の花びらたちが混ざるから、こんなに綺麗に見える。周りとは違うもの、気づくたび刺激を受けて自分が分かり始める。他の誰かを知らないのは絶対にもったいない。何人と出会えるのだろう。人生の途中で愛を教えてくれる人、運命的な絆。微笑みも涙も互いに分かち合い、前を向いて生きてゆけるなら、うつぶの今日だって輝く。すれ違うだけじゃなく、知り合って仲良くなって、一緒に歩きたくなる。ある日突然横を見たら、誰かがいるのかな。何人と出会えるのだろう。一生の間に夢を語り合えるような、
かけがえのない存在。晴れの日や雨の日、どんな空の下でも君が隣にいてくれるなら、明日はいつだって楽しい。なんかさ、これもさ、もう歌われることとかってもうないんだって思うと寂しくなるね。いやー、もうなんかでもめっちゃ余韻かも。なんか余韻、ほんと夜公演ほんと良かったからさ、余韻小田もマネージャーダッシュの話してる。やっぱさ、めっちゃ走ってたよね。なんであんな走ってたんだろう。ショールームしてる？配信してる。余韻だね。OG は OG のあの楽屋ありましたよ。ね、ほんといい一日。もうさっきから言ってるけど さっきから言ってるけど、ほんといい素敵な一日だったわ。
もう懐かしい人だらけでしたよ。懐かしい人だらけだった。懐かしい人だらけでした。一曲なんか歌ったら今日は終わろうかな。あれ歌っちゃう？あの曲歌っちゃいますか？あの曲歌っちゃいますか？さよならじゃないわ、ちょっとわかんないけどさ、あの真っ青な空を見上げて誰かのことを思ってますか？今すぐに会いたくなった、誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。会いたいと
思ってるのに、ここのところご無沙汰でした。目を閉じて顔が浮かぶ大事な人、君だ。悲しいことがあった時には話を聞いてほしい。47の素敵なあの街へ何を話そうかと考えながら、のんびりと景色を眺め、ドキドキするのが楽しくて、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。47は行きたい街の数、ずっと私のこと待ってくれてる。いつの日か全部回って、日本全国の友達と笑顔の輪。青春ソングですね、この曲は。またいつかみんなで歌えるといいな。とても儚い気持ちになった、はい、儚い気持ちになりました。沖縄優の前ね、それはね、もちろん もちろんそれは。今日さ、和賀さんと写真撮ったんだけどさ、和賀さんとエイト伸ばしたエイト伸ばしたんだよね。見てほら、あ、充電がない。和賀さんとエイトの輪をしましたエイトの輪じゃない、笑顔の輪だ。笑顔の輪したよ。いいでしょ、まあ、なんか現役と撮った写真は明日ツイッターに載っけようかなと思います。
かみんなのツイッターがさ、なんかもうかな、なんだろう、なんだろう、尊いわ。なんかみんなのツイート見て、余計なんか、あ、エイトってはかないんだ、もうないんだって思ってる、やっと今。でこの辺で終わります。あとはもうなんかゆっくりお風呂にでも入りながら、なんか今日の余韻に浸りたいと思います。噛み締める、みんなもいっぱいさ噛み締めてね。なんか思い出しただけで泣きそう泣けてきちゃいそうなんですけど、今日は終わります。もうではランキングを見たいと思います。13位ともかずさん、ありがとうございます。そして12位が662BPM さん、ありがとうございます。で11位がキングスさん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位が長崎在住のニャンサイジンさん、ありがとうございます。そして9位がサルキツさん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がイチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位が夜顔リュウさん、ありがとうございます。そして6位がクロケンさん、ありがとうございます。そして5位がフクフクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がヨッシさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がサクサクさん、アットマークリラン中、
イエーイ、ありがとうございます。そして1位がツインピーマンさん、ありがとうございます。はい、ということでお知らせタイム、お知らせタイムに、お知らせタイムをさせてください。5月3日から5月7日まで、あの新宿村ライブというところで舞台魔獣ドナーカンナギで主役の道元勇ちゃん役でゴールデンウィークの水曜日からあるので、ぜひ見に来てくださると嬉しいです。あのまだチケット予約してない方も、なんかゴールデンウィークやることないなって方も、まだチケット取れるのでぜひ取っていただければ嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いします。頑張って勇をランリーの体の中に植え付けたんで私の体の中には今勇がいるので、ぜひ勇応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。もしチケットを買うとしたら、チェック欄に私の名前をチェックするところがあるので、そこでチェックってやってください。ぜひぜひぜひ。合計8公演あるんですけど、今8回見るのでも OK ですし、もう1回でも来てくれるととてもありがたいので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで今日はね、皆さん言いたいことを言ってきっと叫んだ方もたくさんいると思うので、みんなもねゆっくり寝てくださいね。あ、そうね、グッズも販売するのでそちらの方もよろしくお願いします。ということでこの辺でおやすみなさい。バイバイ。バイバイ。ありがとう、見てくれて。おやすみ。